初はほんの興味本位で始まった物語、そっと一人きり震える手でクリックしたトークボタン、流れ星のように闇夜をさまよって見つけてくれるのを待ってたんだ。永遠に広がるこの宇宙でめくり会えたこと、絶対に忘れない。君がいるから僕はここにいるよ。まだ覚めない君だと、やっと気づいたから。